皆さんこんにちは。エンハイプンはオーディションサバイバル番組である。アイランドから誕生した7人組 K-POP ボーイズグループエンハイプンの中で唯一日本人メンバーのニキ。ニキ君はエンハイの中ではマンネイコール末っ子です。今回はエンハイプンのニキの人気1位、痩せすぎや吐きだこ、対人恐怖症、炎上について紹介します。細身ながらもズバ抜けたダンススキルで圧巻のパフォーマンスを披露し、今ではエナプのダンスマシーンとも称されています。活動名はニキですが、本名は西村力。出身は日本の岡山県の出身です。練習生期間は8ヶ月と比較的短い方ですが、ダンス歴は約10年。彼は3歳の頃にマイケル・ジャクソンの動画を見たことがきっかけでスターを夢見るようになったんだそう。もともとご両親がダンススタジオを経営していて、5歳からダンスを本格的に始めたんだとか。その頃から才能が開花していたのか、リキ・ジャクソンという名前で地元では有名なちびっこダンサーだったようです。シャイニーのライブにもキッズダンサーとして出演していた過去まであり、幼いながらも着実に経験を積んできたニキ。アイランドでは周囲を引きつける圧倒的なダンスパフォーマンスで最終順位4位で見事デビューメンバーに選ばれました。そんなニキはメンバーの中で1位に輝いています。投票では全体の 34.51%、 1402票を獲得。エンハイプンの公式インスタグラムを通じてトゥモローバイトゲザーのヨンジュンとのダンスチャレンジ動画を公開した際には世界中のファンから大絶賛されました。投票のアンケートページにはエンハイプン2期しかおらん中学2年生から親元を離れ渡り勘し、練習生になり孤独に頑張って、サバ版で自分の実力不足に苦しみながらもデビューを勝ち取った、今でも練習の鬼です、こんなすごい18歳いません。ニキ君大好き、間違いなくエンハイプンのニキ君です。高身長で長い手足で見せるダンスは柔軟で美しく力強くもあり、一瞬にして見る人を虜にしてしまいます。エンハイプンのニキが好き。ダンスはもちろんのこと、声変わりも終わり低音ボイスがすごくいい。ニキ魅力ある表現力やダンス低音ボイスのニキ君、初めてファンになってしまいました。ずっと応援します。断然ニキです。日本の宝であり誇りです。こんな自慢できる世界で活躍する18歳はいない。ニキの魅力に毎日やられてますと同じ日本人で誇りです。エンハイプンのニキ君、可愛くてかっこいい最強マンね、大好き。ニキは何においても全てが最高、ニキしか見たくない。ニキを応援します。ニキにしか出せない魅力ある声ダンスに魅了されています、などの多くの応援コメントが寄せられました。ニキさんには以前ファンの間で拒食症という噂になっているようです。ニキ君がメンバーと撮った写真に手に吐きだこらしきものがあったことから拒食症と疑われているようですね。拒食症とは食べると太ってしまうという思いから、食べたものをすぐに吐き出そうと無理やり指を突っ込んで吐くのですが、この時に手の甲に歯が何度も当たってつく後のことを吐きだこというようです。拒食症になる原因は人それぞれですが、主な原因は家族関係のコミュニケーションに問題、真面目で努力家がなりやすい、ストレスの適切な対処がうまくできない、といった3つがあるようです。確かに過去の写真などと見比べると今現在のニキ君はすっきりげっそりしているように見えますね。原因の可能性で挙げられるのが多忙なスケジュール、過度なストレスが加わり摂食障害に陥ってしまいます。韓国の音楽活動はまず曲を出すためにミュージックビデオ撮影などがあり、カムバックしてから1から2ヶ月は休みなく活動を続けるそうです。サイン会やハイタッチ会などすごく忙しそうですよね。 K-POP アイドルは体力勝負という言葉に尽きるかもしれません。事務所によってはスタイルにもとっても厳しいそうで、ちょっとでもぽっちゃりな体型になると叩かれてしまい、それがきっかけでストレスになってしまうこともあるんだとか。健康面や精神面がとても心配です。健康的にアイドル活動を続けていってくれると嬉しいですね。また顔の輪郭が卵形や面長の人は頬骨が張っているので、特に健康に問題がなくても頬がこけやすい方もいるため、他の方と比べると余計に頬がこけて見えるかもかしれません。手の傷に関しては彼らは歌って踊っての仕事ですので、練習中に傷ができた可能性もあります。また対人恐怖症であるとも言われています。2021年7月11日放送の行列のできる法律相談所行列にニキが出演した際に、行列へのニキの一人での出演に SNS では大丈夫などニキを心配する声が上がっていました。心配される理由はどうやらニキは対人恐怖症の噂があるからです。
その理由からニキが一人で行列に出演することに対して大丈夫と心配する声が上がっていました。このことからニキは初対面の人に対しては消極的になる傾向があるのかもしれません。ニキが一人で出演する行列のできる法律相談所には初対面の芸能人が多数出演しているはずですし、その出演者たちの個性もかなり強烈なものだと思います。人見知りな性格のニキが個性の強い出演者たち相手にしっかり対応できるのかが心配されているのでしょう。そんなニキさんですが、とある事情から炎上を招いてしまったんだとか。そんなニキ、実は態度に関して一部のファンたちから問題視されているようで、たびたび炎上を招いてしまっているんだそうです。韓国は上下関係が厳しいことでも有名ですよね。一般的には1歳でも年上であればヒョンやポンニと呼びますし、みんな敬語を使います。そういったことから SNS 上ではニキのソヌに対する態度が悪いといった書き込みが相次いでしまったようです。ソンキというケミ名で呼ばれるニキとソヌは年齢も近いこともあり仲が良いことで知られています。宿舎では2人一緒に寝ることが多く、毎月24日はソンキの日として公式 SNS にはツーショットを投稿してお祝いするほどの仲良しぶりです。しかしニキがソヌにボールをぶつけたり、ぬいぐるみを投げつけたりといたずらをしたりいじる様子が度を超えている、いじめではないかと過剰に反応してしまった円陣から批判の声が殺到してしまったんです。仲が良いからこそできるじゃれ合いのようにも思えますが、過剰ないじりと不快感を覚える人もいたようです。確かに自分の推しがやりすぎと思われるようないじりをされていればあまりいい気がしないのがファンの心理でしょうね。実際 SNS 上ではニキペンの中でも、最近ニキのそのいじりがしつこすぎてたまにヒヤヒヤする時がある、そのいじりは度は超えてないと思うけど、ファンが見てて少しでも不快な気持ちになってるならあまり良いいじり方ではないのかもなどという意見もあります。これに対してまだ思春期だから仕方がない、そののことが好きすぎるのが伝わって逆に微笑ましいと思うけどなど、愛情の裏返しだからできることと捉えるファンもおり、意見は対立。そんな中、事態のさらなる悪化を招いてしまったのはなんとニキのお母さんにありました。ニキのお母さんは今現在岡山県でダンススタジオミュージックスタジオリードを経営しており、そこでダンスとボイストレーナーの講師としても活動されています。マイキーというツイッターアカウントではダンススタジオのことはもちろん、ニキ関連のこともたびたびツイートされているため、本物のニキのお母さんであることが分かっていました。このことは円陣ならば周知の事実で、ニキのお母さんのアカウントをフォローしているファンはかなり多くいます。そこで今回のそのいじりで炎上した件がお母さんの耳にも入ったようで、ツイッターアカウントから、まだ子供なんです、そばで支えてやりたいけど本人が選んだ道、信じて親としてできることを精一杯していきます、どうか温かく見守ってやってくださいとツイート。しかしこれが火に油を注ぐ結果となってしまったのです。ですがニキのお母さんの元にもニキに対する批判や教育をちゃんとしろなどといった過激な DM やコメントが届いていたんだそう。中には直接スタジオにクレームの電話を入れたファンもいたというから驚きです。一部のファンの行き過ぎた行動によりお母さんが自ら声を上げる形になったのでしょうが、そのことでまたもや炎上を招いてしまったのでした。しかしニキとソヌの信頼関係の強さを指摘する声や、これらの炎上騒動は一部のファンが燃料投下し騒いでいるだけに過ぎないという意見も多く見られています。韓国アイドルは大半が宿舎での共同生活を経験しますし、活動が長くなるほど一緒にいる時間が増え家族のような関係になるという話もよく耳にしますよね。実際ニキはソヌヒョンがいなかったらすごく辛かったと思うと語っていたこともあるくらい慕っていますし、ファンには見えない関係性や絆があるのではないかと思います。賛否両論あるでしょうが、今後も彼らが笑顔で活動できるよう応援していきたいですね。いかがでしたか。今回はエンハイプンの2期の人気1位、痩せすぎや吐きだこ、対人恐怖症、炎上について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント残していただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もお待ちしております。それではまた。